皆様こんにちは、武雄でございます。先日ですね、ツイッターの方で6月の10日に重大発表をしますと、ツイートいたしまして、本日がその、6月の10日でございます。武雄チャンネルがね、始まって、まあ、約9年、8年ちょいかな、になります。ミニ四駆自体はね、約9年になっておりまして、気づくとですね、動画の本数の方も、1000本を超えておりました。ね。本当にね、かなり、まあ、初期の頃からですね、動画を見ていただいている方もいらっしゃると思いますし、最近になってね、武雄チャンネルをしたよっていう方もいらっしゃると思います。ね。本当にね、初期の頃から見ていただいている方に関してはですね、本当9年近くの付き合いと、なっておりますね。はい。で、まあ、その、ね、この武雄チャンネルを、見ていただいている方々にですね、本日は、ご報告したいことがございます。この武雄、6月10日をもちまして、独身生活に終わりを告げます。よっ！ね、意味わかりましたか？はい。ですね、私、武雄、6月10日で、入籍いたします。はい、ね、こんな僕でもね、ついに、結婚ということでございます。ね、本当にね、いい方と、出会えまして、結婚に至ることができました。もしかしたらね、武雄がね、新居に引っ越すと、まあ、今こう新居なんですけども、前の武雄ハウスから、まあ、今の武雄ハウスに引っ越すと、なった時にね、感づいた方も、いらっしゃるかもしれませんが、はい、その通りです。はい、結婚前にですね、まあ、2人で一緒に住もうということで、4月からもう一緒に住んでおります。ね、まあ、相手の方のね、まあ、ことなんですけども、まあ、武雄チャンネルだから、ミニ四駆やってる方じゃないのかとか、そういうね、憶測が飛び交ってるかもしれませんが、ミニ四駆はやっておりません。ね、進めてはいるんですけどね、これからやるかどうかっていうのはね、武雄の説得力次第ということをやっておりますが、以前ですね、エンディさんの、チャンネルの、ロードスピリットの、あ、じゃあ、レーザーミニ四駆の、ワンメイクレースありましたよね。その時に、まあ、ちょっとレッドブルっぽいボディを作ったんですけども、そのボディの発案者が奥さんでございますね。で、A とか G とか書いてくれたのも奥さんでございまして、ね、初めての合作と、なっております。ね、というね、ことで、はい、武雄結婚します。ね、まあ、本当に長く見ていただいた方、もね、感慨深い方もいらっしゃると思いますけどもね、まあいい家庭、幸せな家庭、楽しい家庭をね、築いていけるように、ちょっとね、今後とも頑張っていきたいなと、思っております。当然ですね、動画のことも言ってます、YouTube やってるよって言ってますので、今後とも、武雄チャンネルは続けていくつもりですね、粘っこく、続けていきますね。Twitter の名前が F 武雄って書いてますけどもね、フェニックス武雄、まあ、不死鳥武雄みたいな感じでね、延々ね、居続けるみたいなレベルでやろうと思ってますんで、内藤ね、今後とも、お付き合いいただけたらなと、思っております。はい。というわけで、重大発表、まあ、なんぞやと、まあ、ちょっとね、冒頭で、武雄チャンネル終わるんちゃうかなとかね、ちょっと思わせぶりな、形の動画になってしまいましてね、本当にドッキリさせて、すいませんでした。ね、本当に、めでたい、自分で言うのもなんですけども、めでたい、ご報告と、なりました。ね。まあ、奥さんにもね、動画出てみいひんというね、感謝はしてみたんですけども、ちょっとという感じだったんでね、はい。武雄チャンネルに果たして今後出ることがあるのかというところもご注目いただけたらなと思っております。ね。まあ、本来でしたらですね、前回がラオウの動画で、今回がラオウカップの動画の第2弾となるんですけどもね、ちょっと、本日入籍日ということで、こちらの動画を投稿させていただきました。ね。いい家庭を、楽しい家庭を築いていきます。今後の、武雄チャンネルの、ね、応援、
ね、何卒よろしくお願いいたします。ではね、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。